おはようございます。おはようございます。なんか今日つくばに来たんですけど、はい、今日ももしかして走行でしょうか。はい、先週茂木のテストで、まあ、1本走って、まあ、ちょっと心配してたそのマフラーのところが設置するっていうことがあったんで、まあ、今日はですねあっという間に作り直していただきました。多分これで大丈夫じゃないかなっていう状態になったので、まあ、それのテスト、まあ、確認とあとはつくばを走った時この車両でどうかっていうのを、まあまあ、テストですね、はい、今日もテスト、はい、あの BOTT に出るのであればつくばもちゃんと走っておいた方がいいかなっていうことで、もう今日タイム出なかったらやめます。カメラ揺れちゃう。すごいプレッシャーです。ただ今日走行会の中で混ぜてもらって走るんで、そのクリアロックが取れるかどうかもまだ分からない状況なんでね、とりあえずあのしっかりあの走れる状態であればしっかり走ってみようかなと。なるほど、はい、分かりました。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
今日はですね、ハイドアウトレーシングさんの、ご好意っていうんですかね、ゲスト的な扱いで割と自由に走らせていただけたので3本走ったのね。そう、4本か、はい。今日は本当にいいテストができまして、ちょっと茂木でも気になってたオートバイのこの旋回性っていうんですかね、それがちょっと弱いなと思ってたんですけど、今日時間がいろいろあったんでオートバイの姿勢を改めていろいろやり直した結果、かなり満足のいく CM ができました。タイヤがかなり使い込んだタイヤでグリップ力もかなり落ちてたんですけど、それでも多分このバイクで自己ベストが出てる。そうですね。でバイクもそのエンジン出力的な話でもマフラーがかなりうまくいってるようで、今までよりかなりこのスピードの乗りが良くなったんで、ちょっとこの先楽しみになってますね。はい、やっと今日のテストからもう動作確認だったのがやっとこう走行確認になってきましたね。セットアップになってきたね。ですね。はい。僕も5万円なんでやめなくて済みそうです。首にならなくて済みました。オープニングで首とか言ってました。はい、わかりました。じゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。